この曲を両手で練習するときに、右と左が崩れやすい部分が何箇所かあります。まずは2小節目です。ここは縦を揃えるのが大変なので気をつけて練習してください。次の3、4小節目を弾きます。ファーレレレー。4小節目のレーを伸ばすときに、左手のちゃんとトンチャッチャッが入れるように頑張ってみましょう。ファーレレレー。そして7、8小節目も少し弾きづらいです。シーラーソー。この時右手のシー、この音をしっかり2拍伸ばせるように我慢してください。シーラーソー。今の3箇所難しい部分なのでしっかり練習してみてくださいね。ここが弾ければ最後までスラスラ弾けるようになると思います。